山中、天下の南に位置する辺境の地。住まう民も草木も獣も全てが天下とは違う異郷の大地。南中の人々は自然を友とし、灼熱の大地と共に生きていた。今この南中に侵略者による戦火が押し寄せる。南中へと侵攻してきた蜀を名乗る軍勢、彼らは南中の平定を掲げると各地を次々と襲撃した。南中の民を束ねる大王孟獲はこれに激怒。仲間を救うべく一人飛び出すも、奮闘の中で消息を絶ってしまう。このままでは南中が蹂躙されるのは時間の問題。この危機に孟獲の妻祝勇が立つ。火の神の名を持つ彼女の闘志が南中の大地を熱く焦がす。おや、可愛らしいお嬢さんだね。
押しつぶされるところだった。ここは我らが手を貸さねばなるまい。急ぎ加勢するぞ。私もやすやすとは引き下がれません。南中の人々の力を見誤っていたようです。ここは引き出直しましょう。はっ、二度と来るんじゃないよ。この南中は私らの土地さ。やったな母ちゃん。やっぱわしの母ちゃんは最高だぜ。